これは僕にとって大事なスーツなんだ。どうしてくれるんだ。館内に響き渡る男の声。私は巻き込まれたくはないとその場をそっと去ろうとしたが、去ろうにも去れない事態となってしまった。激怒しているのは社長の御曹司。そしてその後社長室で私を待ち受けていたのはあの人物だった。そう、あの日から私の人生は激変した。私の名前は西王子京子、27歳、独身。運もあってか世間では大企業と言われる T 社に入社し、営業部に配属されて5年が経つ。ごくごく普通の女サラリーマンで実家が良い。母は中学校の頃に他界し、今ではいわゆる父子家庭。父と2人で生活している。父勝也は現在60歳。かつては大手企業の営業マンだったようで、誰にでも気さくに話しかけて人を笑顔にする能力は人一倍長けていた。父子家庭となってからでも私には一切の苦労をかけないようにと、高校大学までしっかりと面倒を見てくれた。男手一つで私を育ててくれた父に今は感謝しかない。私が就職してからはほっと胸を撫で下ろした父は、京子、お父さん少しゆっくりさせてもらっていいかなと、大手企業の営業の仕事を退職し、派遣会社を通して清掃業の仕事を始めた。いささか営業の仕事に疲れてしまったが、今の俺はこれでいい。日頃のストレスと体力面を考えた上で父なりに判断したようである。日常の会話など全然問題なく、むしろ落語を聞いているようで面白い父だが、手際の悪さは人一倍だった。いや、お父さん嘘でしょと私がツッコミを入れるくらい、料理、洗濯、掃除は点でダメ。料理は焦がすわ、洗濯物は全然洗えてないわ、掃除したら物を壊すわで、結局私の仕事が増えるのがオチ。そこは実の親だし、笑って過ごしては私が何とかフォローした。すまないな京子、本当俺って取り柄がないよな。話の面白さが取り柄じゃない。大丈夫、ゆっくりしといてよ。面目ない。そんな二人暮らしではあったが、不便さは不思議とないに等しかった。父が何かやろうとしてくれるのは本当にありがたいのだが、十分ここまで育ててくれたし、普段の落語じみた面白い親子の会話があれば私にはそれで十分だった。私には一つのコンプレックスがあった。顔の右頬に縦15センチほどの縫い傷があった。人前ではなかなかさらけ出せず、これを隠そうと人と対面するときは決まって斜めに座って右頬を見せないようにしていた。顔に傷、女性にとっては一番あってはならないもの。傷が目に入った人には、どうしたの？その傷。とよく聞かれたものだったが、いえいえ、どうか気にしないでください。と手で顔を覆わざるを得なかった。醜いのだろう。お嫁に行くのはちょっと無理かな。このこともあって、男性ともお付き合いしたこともない私は、結婚の二文字は諦めていた。ある日の週末、職場での私は今日をクリアすれば明日は休みだということもあって、気持ち高めに仕事を進めていた。終わりだ、やったー、休みだー。京子さんお疲れ様、よく頑張ったね。ありがとうございます。今日は父と外食する約束なんです。今日は久しぶりに父とお寿司を食べに行こうと話をしていた。日頃頑張っているご褒美だ。お寿司のことを考えただけでもお腹の虫が鳴る。退勤のタイムカードを押し、会社のエントランスに向かおうとすると廊下で人の声がする。なんだろう。どうしてくれるんだ。怒鳴り声が館内に響き渡る。私は足早に声がする現場に向かった。申し訳ないです、どうかご勘弁を。これは僕にとっては大事なスーツなんだ。ありえないよ。あれはうちの社長の御曹司、高畑雄一さんだ。大事なスーツを何かで汚されてしまったらしい。
これに巻き込まれるのは嫌だし、この場を離れてそーっと帰ろうかな。私はその場を離れようとした。どうかどうかご勘弁を。必ず大事なスーツをきれいにしてお返ししますから。なんか聞き覚えのある声だな。え？嘘！ちょっとお父さん？なんでお父さんがここにいるの？間違いなく父勝也の声だった。お父さん！私は声を張って呼んだ。あ、京子。なんでうちの会社にいるの？全然気がつかなかった。いや、3ヶ月前から派遣先がここになり、京子に気づかれないよう働いていたんだ。どうやら父は私に気を使い、まさか娘が働く会社の清掃員の仕事を任せられたとはずーっと秘密にして、私に気づかれないように働いていたようだ。そして手際の悪さは人一倍の父だ。廊下を歩いていた社長の御曹司に清掃用バケツの水を何かの弾みで大事なスーツの左半分にぶっかけてしまったらしい。私からも謝ります。どうかどうか雄一さんお許しください。必ずクリーニングに出してすぐにお返しするようにします。いや、または同じものを購入し弁償させていただきます。京子、この方は高畑社長のご霊息なの。大変申し訳ございません。ご霊息？いや、京子、何を言ってるんだ。京子は何もしてないじゃないか。いや、もういいですから。先ほどの怒鳴り声とは打って変わって、クールで声が小さいいつもの御曹司の声に変わった。本当に本当に申し訳ございません。私は何度も何度も頭を下げた。あの、そのお顔の傷は？私は突然父がその場にいたこと、とにかく謝罪することに夢中になってしまい、顔の傷のことを構うことなく頭を上げ下げしていた。あ、これは。私はハッと平常心に戻り、いつものように手で顔を覆い隠した。私の勲章です。どうかお気になさらずに。勲章。私の醜い顔を社長の御曹司にまじまじと見られてしまうとは。とにかく、雄一さん、スーツの件は必ず私の方で何とかします。いや、もう大丈夫。あなたの名前は？営業部の西王子京子です。後日、こちらからお詫びを兼ねて必ずお伺いします。そうですか。わかりました。では。クールで声が小さい御曹司だが、何を言っているのかだけは分かった。言葉数が少ないため、どういう風に思っているのかは分からないが、大切なスーツを清掃用の水で汚されて怒らない人なんてまずいない。私と父は姿が見えなくなるまで深々と頭を下げていた。もうお父さん、なんでここにいるの？社長の御曹司に掃除した水をぶっかけるなんて、どうやったらそんなことできんのよ。足が滑ってしまって、まさかそこに人がいるとは思ってなかったんだ。もう最低。今日の外食はなし。楽しみにしてたけど、もう全然行く気にもならないわ。すまない、京子。私先に帰る。勝手にして。せっかくの週末、土曜日、日曜日と休みだったが、私は同居している父と一言も話す気が起こらなかった。父も父だ。派遣先がうちの会社に決まったのなら、私に一言言ってくれればよかったのに。変なところに気を使いすぎなのだ。イライラが止まらない。頭の中がパニック状態。しかも相手は社長の御曹司。親子して首かな。首だろうな。私は来たる月曜日に向けて、社長の御曹司にどう謝罪するべきか考える時間に当てた。とにかく第一に謝罪せねば。と、私は朝早くに出勤して、会社の地下駐車場で社長が来るのを待ち伏せしていた。うちの社長は誰よりも出勤するのが早いのを知っていたので、直接会って社長とご霊息に時間を作ってもらう以外方法はなかった。現場に張り込んで20分、シャッターが開く音が聞こえた。社長の白い高級車が入ってきた。駐車場に停めるや、私は急いで社長の元に行き、深々と頭を下げてこう言った。高畑社長、おはようございます。
あら、西王子京子さん、早いわね。どうしたの？今日少々お時間をいただけないでしょうか？そうね、お昼なら大丈夫だわ。仕事で何かあったの？高畑社長は女社長、一代で T 社を大企業まで成長させた凄腕のお方。ご霊則とは性格が全くと言っていいほど真逆で、明るく気さくで全社員の名前を全てフルネームで覚えるほどの人だった。私の名字は覚えにくいので、みんなして京子さん京子さんと呼ぶが、高畑社長は決まって私のことを西王子京子さんと呼んでくれる貴重な方だ。仕事といえば仕事ではないんですが、ゆういちさんから何も聞いてませんか？ゆういち？特に何も聞いてはいないわ。お昼にゆういちさんも一緒にいていただけるとありがたいのですが、謝りたいことがたくさんあるんです。ゆういちと私と一緒に？私たち何か謝られるようなことをしたのかしら？お忙しいとは思いますが、お昼休みに社長室に私の方からお伺いしたいです。何があったのか知らないけど。了解、開けておくわ。ありがとうございます。ではお昼に。失礼します。これで社長とご霊則とのアポは取れた。朝早く出社した甲斐があった。第一関門突破というところか。いや、誠心誠意謝るにはごくごく当たり前のことだ。お昼休みが刻一刻と迫ってくると同時に心拍数がどんどん上がっているのがわかる。こんなに緊張するなんて私の人生でベスト3に入るのではないだろうか。京子さんどうしたの？すごい汗かいてるよ。同僚が心配してくれる。いや、ちょっとこれから会う人に緊張しちゃって。お客さん、過度な緊張は禁物だよ。外の空気吸ってきたら？ありがとうございます。ではちょっと行ってきますね。私は会社の屋上に行った。外は雲一つなくパーッと晴れているのに、私の心の中はまるで今にも雨が降りそうな曇りだ。ベンチに座りゆっくりと深呼吸した。水筒の水を口に含んだ。5分ほどして私は自分のデスクに戻った。ちょっとはリラックスできた？はい、おかげさまで。そう、それはよかった。頑張ってね。頑張ってねか、謝罪を頑張るのか。私はあまり考えすぎるのはよそう、なるようにしかならないから。ついにアポを取った12時となった。私は足早にエレベーターを使って社長室に向かった。ドアをノックする。西王子です、失礼します。と中に入るや、デスクの後ろに高畑社長とそのご子息雄一さん、そしてもう一人の深々と頭を下げている人が。え、お父さん？清掃員姿の父勝也が涙ながらに頭を下げていたのだ。西王子勝也さん、頭を上げてください、と高畑社長。この方は派遣の人まで名前をフルネームで覚えてしまうのか。あら、西王子京子さん、ちょうどよかった。あなたが謝罪したいというのはお父さんがおっしゃってたことね。え、あ、そうなんです。私からも謝罪したくて。その、ありがとうね。え、今回のことで一つ明らかになったわ。目をキョトンとした私は気がつけば親子二人で同じソファーに座っていた。謝罪に来たのにお礼をされるってどういうこと？高畑社長のご子息はこう言った。私の母の名前はご存知ですか？はい、高畑京子さん。私と同じ京子でも漢字では響くこと書くはずです。私は京都の京にこと書きます。その通り。京子さん、先日勲章と言いましたよね。その顔の傷はいつ負ったものですか？顔の傷、これは私が中学2年の時に一人の少年を暴走する車から救って。なるほど。暴走する車がその少年の方に突っ込んできて、それで私は助けようと少年に飛びかかって
その反動で近くにあった有刺鉄線に顔が当たってしまい、深い傷となってしまいました。顔の傷の話をしたのは高畑社長と雄一さんが初めてかもしれない。父にはそれとなく話してはいたが、具体性が増すにつれてなお涙が溢れんばかりだった。暴走する車は何もなかったようにその場を去った。少年を引いて大怪我させようとしたのに、正義感が勝った当時中学2年生だった私は、大丈夫？怖かったね。もう心配ないよ。お姉ちゃん、顔から血が。え？あら、ほんとだ。ちょっと病院に行ってこようかな。ありがとう。いいの。これ、勲章になったかもね。勲章？お姉ちゃん、お名前は？西王子京子。覚えにくいから忘れてくれていいよ。さて、病院行かないと。やばいやばい。私は走って近くの病院に駆け込んだ。幸い有刺鉄線は目には当たらなかったが、これが目に入っていたら失明していただろうと医者は言う。20針を縫う、ずっと残る傷となったのだ。高畑社長と雄一さんにそんな過去のことを淡々と話した。あまり思い出したくもないが、謝罪の場。聞かれたからには仕方ない。その当時、僕は小学5年生で、名前を京子だけしか覚えきれなかったんです。と、雄一さん。え？母と同名だったから、そこだけは覚えてはいたものの、難しい西王子という姓は、当時の僕には覚えるのが困難でした。あの時の少年が雄一だったの。京子さん、京子さんってね。ずっと探してたわ。あなたは命の恩人なの。と、高畑社長。私が、命の恩人？お顔の傷、話したくはなかったかもしれないけど、これで完全に一致したわ。中学2年の時の勇気ある行動は、今日の朝の行動にも現れてたってことね。いや、それは、ご自身でその場で負った傷を、勲章と強気で言える姿にも、僕はすごいお姉ちゃんだと尊敬したものです。勲章なんて言葉、落語じみた父の言葉が影響されて、ついそういう風に。とても立派なことだと思います。私は恥ずかしくなって顔をあからめてしまい、どうしたらいいのか父の顔を見るが、父は涙ながらに、うん、うんとうなずくばかりで、もう何が何だかわけがわからなくなっていた。西王子京子さん、私がね、人をフルネームで覚えるようになったのは、そのことがあってからなの。雄一が名字を覚えきれなかったから、お礼をしたくても、探しきれずに今日まで至った。時間は随分かかったけど、今、こうやって実を結んだわ。本当にありがとうね。あとね、高畑京子社長は続ける。お父さんの西王子勝也さん、派遣先がうちになってて、契約が3ヶ月となっているんだけど、契約期間が終わったら、うちで直で契約し、働いてもらうわ。もちろん正社員としてね。新しく清掃の部署を立ち上げて、そこの長になってもらうの。そうなの？お父さん。私が来る前に、その話はまとまっていたらしい。派遣の人間とはいえ、高畑社長には、父の仕事に対する評価は耳に入っており、気さくで面白い。一緒に仕事をやっていて楽しいと、清掃員の中でもダントツの人気者だったようだ。過去にバリバリの営業マンだったから、そういう結果になったのか、日頃の会話が落語じみてて面白いのか、定かではない。もう昼休み終わる頃ね。西王子京子さん、何か言うことはあるかしら。あの、最後に雄一さんに。僕に。クリーニング代、もしくは、大事なスーツ代を弁償させてください。もういいって前に言ったじゃないですか。確かに大事とは言いましたが、特に思い入れもないですしね。そんな、雄一さん。では、その話は終わりね。雄一から何かある？西王子京子さん。はい。僕に、営業の仕事を一から教えてくれませんか？僕の上司として。思わぬ言葉に、私は驚きを隠せずにいた。
高畑社長のご霊息、雄一さんは、性格上、人と接するのは苦手だった。社長の息子というだけで、変にコンプレックスを感じ、社内のいろんな部署を転々としたが、声が小さく、クール。社長の息子というだけで、多少のミスも多めに見られて、正当な評価を受けてはいなかった。社長の息子だから仕方ない、と、陰口を叩かれるのも分かっていた。そんな自分の最も嫌なところを直すべく、殻を破りたく、営業部の私に直談判してきたのだ。これは、雄一さんがずっと苦しみ、悩み続けた結果であったという。私に勤まるのでしょうか。西王子京子さん、社長である私からも、どうかお願いします。高畑社長と雄一さんは、今度は私たち親子に向かって深々と頭を下げた。それから一週間後、雄一さんは営業部にて私の直属の部下として働くこととなった。この突然の配属に営業部のみんながびっくりしていた。人生というものは、いつ何が起こるかわからない。悲しいこともあれば、嬉しいこともあり、怒ることもあれば、楽しいこともある。善と思ってやった行動が、時として違う形で返ってくる。それは、過去に私が取った行動や、父が取った職場での行動。恥ずかしい話だが、父は、今や名物清掃員の名を欲しいままにし、あの人は話しててすごく面白い、と評判だ。おはようございます。お疲れ様です。この挨拶を皮切りに、ここぞとばかりに必ず一言二言を従業員と何かを話すのだ。コミュニケーション力に長けている父には、今の清掃員の仕事が天職のようだった。話すことばっかりに没頭しないで、掃除もしっかりとやってもらいたいものだが、お父さん、やっぱり面白いですね。あ、ゆういちさん、ありがとう。喋りだけはね、ピカイチなのよ、あの人。今日だって、ちょっと笑わせてもらいましたよ。また人の大事なスーツに清掃用の水をぶっかけないかとハラハラしてるけど、私は私で三つ年下の雄一さんの上司として精一杯の対応をしている。冷静に雄一さんに足りないものを分析して私が教育していくなど、本当に会社にとって本人にとっていいことなのか不思議でしょうがない。でもとても素直で成長していく雄一さんを見るのは、まるで出来の悪い弟の成長を見ているようで楽しい。京子さん、これはどうしたらいいですか。京子さん、これは僕に任せてください。クールで口数が少なかった雄一さんが、だんだんと積極的になり、コミュニケーション能力がますます高くなって、営業部のみんなの見る目が変わっていった。最近では、父からユーモアセンスまで教わっているというのだから、これは雄一さんの最も破りたかった殻を、なんとか破れた結果だろう。命の恩人である私が、雄一さんにどう映っているかわからないが、私から教わりたいという本人の強い気持ちは、雄一さんを大きく成長させる起爆剤でもあったようだ。これで会社のためになるのなら、一代で築き上げた高畑京子社長が代を譲るときに、一人息子である雄一さんがいい新社長になってくれるのであれば、私が教えていることはきっかけに過ぎないが、とても嬉しいことだ。それから3年の月日が経った。さすがは高畑社長のご子息。もともとの地頭はとても良く、飲み込みも早ければ結果を出すのも人一倍早く、営業部長のポストに就いた。今度は私が使われる立場となった。これは社長の息子だからということではなく、満場一致でみんなが納得した上での就任だった。雄一さん、さすがだな。やっぱりすごいわ。私も私のペースで頑張ろう。ポストを自分で勝ち取った姿がとてもかっこよく、嬉しくて涙が出た。私が教える姿をずっと見ていた高畑社長は、私に一つのポストを用意してくださっていた。西王子京子さん、あなたの教育熱心さは素晴らしいものがあるわ。これからは人事部でしっかりと働いてもらいます。人事部長としてね、人をしっかり育ててほしいの。私は、8年間働いていた営業部を離れ、新しい部署で働くこととなった。人に良くしてもらって、人間的にも成長させてもらった。そして、雄一さんがいる営業部を涙にじませながら去り、
今日から私は人事部に。人事部に配属されてから3週間が過ぎた。会社のエントランスに行くと元気に清掃している父がいた。おう、京子。いや、人事部長、お疲れ様です。ちょっとお父さん、おう京子はやめてよ。申し訳ない。それより、営業部長からこんな手紙を預かりましたぞ。営業部長？雄一さんから？私は、その手紙を持って、会社の屋上に急いだ。手紙の内容は何だろう。出来の悪かった弟からの手紙。心が躍る。手紙の内容は、至ってシンプルだった。西王子京子さん、僕と交際してください。と、何かとお騒がせする変な父ではあるが、結果としてキューピッド役になったのも父であった。私と雄一さんは交際をスタートさせた。顔の傷もあって、男性とお付き合いしたこともなく、結婚を諦めていた私にとって、社内恋愛なんて全く想像もしていなかった。雄一さんは顔の傷もひっくるめて全てが好きだと言ってくれた。まるで夢のようだ。雨降って地固まるという言葉があるけど、今回は清掃の水ぶっかけて地固まるの方がしっくりくるのでは？まったく父らしいオチだ。交際から2年の月日が経ち、私と雄一さんは婚姻届に印を押した。私はこの日から晴れて3つ年上の姉さん女房となった。女32歳の最高に幸せの時だった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。